爽やかに伸び伸びと成長していくという意味が込められておりまして、一人一人のエネルギーを届け、笑顔全開で見ている皆さんにいいねと思っていただけるように日々頑張っております。それではお願いいたしましょう。音更町からみことの皆さんです。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。音更町に参りましたみことです。緊張とワクワクで今日一日過ごしてきて、ここが最後の会場になります。この一瞬最高の時間になるよう精一杯演舞いたしますので、応援手拍子とよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せい、
第33回